者をお聞きいただいていいですか。こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。じゃあということで、昭和61年式のね F30 レパード、ね、前期型っていうことでね、めちゃめちゃビシッと決まった車なんで、オーナーさんにぜひにと取材をお願いしてね、承諾していただけましたよ。はい、ということでね、バシキバの F30 レパード一緒に見ていきましょう。はい、ということでね、普段ですとオーナーさんとねちょっと会話をしながらっていうことなんですけれども、オーナーさんはね出演は NG ということなんでね、僕のね拙い知識をねフル活用してレパードを見ていきます。まずはフロント周りからということでね、はい、こういう感じのフロントマスクになっています。これね前期ということでね、このライト周りのところがねカクッとしていて、ちょっとねボンネットなんかもねカクッとした感じで、非常にかっこいい感じがしますね。そして先ほどねオーナーさんにお伺いしたんですけれども、はい、こちらね純正のリップをつけているということでね、ここのねリップがね非常にね、はい、こういう感じで車庫端でめちゃくちゃかっこいい感じになってます。さあ、そしてね、はい、こちらもねおそらくなんですけどね、スモークでねちょっとカスタムしてある感じですかね。はい、ということでね、これねなんで僕これ取材したかったっていうと、僕大好きなね、はい、ロンシャンのホイールが入ってるんですね。いや、これだけでねご飯3杯ぐらい食べれますね。そしてレパードといえばこのね薄いねボディ、めちゃめちゃかっこいいですよね。はい、そしてロンシャンのサイズは、はい、こちら 17555R15 インチのロンシャンを履いているということですね。いや、非常に決まっています。さあね、このぐらいからちょっと撮ってみましょうかということで、めちゃめちゃね低くしてあるんですけれども、こちらねオーナーさんにお伺いしたところ、車庫調で落としてあるということですね。素晴らしいというふうに思いますでね、はい、ドアミラーになっていて、こういう感じになっているんですね。さあ、リア周りも見ていきましょうということで、はい、リアもね、はい、同じくロンシャンなんですけれども、こちらタイヤサイズはね、はい、18555R15 ということでね、フロントよりね、はい、深いリムの太いタイヤが入っていますよ。それがね、こういう感じで、はい、つら位置で収まっている。こういう感じですね。素晴らしいというふうに思います。でね、レパードね、やっぱりね、この、はい、Cピラーからのね、トランク。ここのね、造形も非常にかっこいいですよね。こういう感じになってるわけです。でね、はい、意外にね、ここのね、リアガラス。これ、はめ殺しなんですけれども、これもね、結構開口がでかいんですね。こうやって見るとね。はい。ソアラの対抗馬ということでね、まあ、ソアラよりはね先に出た感じなんですけれども、日産とはやっぱりね F31 レパードじゃないんでしょうかということで、リア周りこういう感じになってます。マジでペタッとしてますよね。めちゃめちゃかっこいいです。そしてね、この前期ものなんでね、はい、こういう風にね後期とは、はい、テールレンズのデザインも異なりますね。非常にかっこいい。そして結構ね太めの、はい、デュアルマフラーがついてますね。かなりいい音させそうです。そしていかがでしょうか、こちらね、はい、レパードということでね、このエンブレムが非常にかっこいいです。はい、ということでね、オーナーさんの許可を得てこちらね、はい、こんな感じでいかがでしょうかね。このね、鍵を隠すタイプのエンブレムということで、はい。こういう感じでね、アンチモニー製なんでね、
激しくはやるとね、割れたらもうとんでもないことになるんで、はい、ということでね、はい、こちらここにはね、何かね、リアルサウンドファッションかな、ね、プロと書いてありますけれども、これはね、何なんでしょうかね、純正なんでしょうか、ちょっと後からオーナーさんにお伺いしてね、詳しくテロップ入れとこうというふうに思います。いや、非常にかっこいいですね。でね、これレパードってアンテナないですよね、どこにも。こんな感じで、これなんでこんなスキッとしてるのかなと思ったらね、おそらくなんですけど、ここがアンテナなんですよね、この上の部分ね、こちらが多分アンテナなんで、こうやってねスキッとしているね、スタイリングを手に入れているということですね。こういう感じになってます。いかがでしょうか。いや、非常にかっこいいです。はい、ということでね、オーナーさんの許可をいただいてね、はい、こちら開けていただきましたよ。やっぱりね、レファード2ドアということで、非常にね、これまだ斜めになってるんですけど、ドア長がね長いですね。こういう感じなんですよね。そしてね、はい、このレパードといえばこのね、この形ですよね。若干ね、ソアラとあの逆パターンのこの L 字みたいな感じになってるんですよね。はい、そしてね、この辺にはね、はい、スイッチ類がしっかりとあるということでね、こちらメーター周り見ていきましょうということでね、はい、こういう感じのメーター周り、ね、おそらくタコメーターでしょうか。こちらね、社外物がついています。で、向こうの方にはね、はい、いろいろね、時計とかいろいろありますね。そしてね、このね、若干バケット気味のね、純正シートが非常にかっこいいですね。このね、なんていうのかな、モケットっていうのかな、布製のねシートが非常に高級感ありますよね。そして天井はこういう感じになってますね。素晴らしいというふうに思います。でね、デッキもね、このアナログのやつで非常にね、高級なパナソニック製がついてるんですね。高級な感じはしますよ。そしてね、はい、5速ミッションということでね、マーシャルのシフトノブがついているということです。いや、でも非常にかっこいいですね。もしかしたらね、5速の F31 レパード僕初めて見たかもしれないですね。はい、ということでね、これね、見たいですよね。はい、ということでね、オーナーさんにね、ボンネット開けていただいたんですけれども、ね、なんとね、ロクスロのね、RB25 が積んであるんですね。いやー、これはね、しかもね、ワイヤータッキングなんかもしてあって、めちゃくちゃ完成度高いですね、これ。素晴らしいというふうに思います。うわー、かっこいいな、これ。めちゃくちゃかっこいいな。なるほど。すいません。あれはエンジンは、はい、ということでね、オーナーさんにいろいろ教えてもらいましたよ。こちらのエンジンね、 RB25 なんですけれども、ね、6連スロットルは26用をね、こうやってね、ファンネル仕様にしてあるということでね、めちゃくちゃやってありますよね。そしてね、なんとあの完成度の高かったね、5速ミッション、ね、クラッチもちゃんとついてましたよね。もちろんあれもね、乗せ替えだそうです。なんでね、これはね、世界に1台のオリジナル F31 レパードということで、めちゃくちゃかっこいいですね。最高だというふうに思います。それではオーナーさん、すいません、ちょっとエンジンかけていただいてよろしいでしょうか。さあね、どんな音がするのかね、めちゃくちゃ気になるんですけれども、少し煽っていただいていいですか。いや、めちゃくちゃね、このフワンフワンっていうね、このアクセルを踏んで後ね、切れる感じがね、めちゃくちゃ嬉しいですね。それでは排気音もね、聞かせていただきましょうということで、めちゃくちゃかっこいいですよね。これはね、欲しくなる。
マジでかっこいい F31 レパードでした。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。いやーこれはねマジでかっこいい、かなりのハイセンス F31 レパードでした。小田さんありがとうございました。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。